阪神甲子園球場です。薬師寺対聖樹、この試合の模様をお送りいたします。薬師寺の先発は右の真田、聖樹の先発は左の重野、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右の真田マウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。まずは1回の表、先頭バッターは清水。背番号1、第9、アウトコース低め、カットボール外れてボール。さあ次の投球、投げました、外角ギリギリいっぱい、ストライク。第3球を投げました、直球空振り。次が4球目、投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、清水ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第2球、投げた、決まった、ストライク。少し迷ったか。投球はこれから3球目、低めストレートは外れてボール。第4球を投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、ボールは中継、内山いいバッティングを見せました。薬師寺先制のピンチを迎えます。振り返って二塁牽制球。さあ次の投球、まっすぐ見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球を投げた、打ちました、打球はショートの右、ショートから二塁送球、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー。薬師寺なおもピンチが続きます。第9、ツーシーム見送ってストライク。第2球、投げた、アウトロー際どい球、ボール。第3球はカットボールはボール。第4球は打った。第5球、投げました、外れた、ボール。第6球を投げました、打った、痛烈な当たり、ショートから一塁送球、米原うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。真田ツーアウト三塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。薬師寺立ち上がりを無得点に抑えています。左の重野マウンドに上がりました。今日はどんな投球を見せてくれるのか。1回の裏、薬師寺攻撃に入ります。トップバッターは秋葉、投げました、ボール。第2球、投げました、インハイ見送ってストライク、伸びのあるストレート。投球はこれから3球目、3球目ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げました、初球見逃し三振、ギリギリのところに決まった。左バッターボックスは2番轟。第9、投げた、これはしっかりキャッチしていました。第2球、これはいい当たりだ、いったー、一直線、入った、入った、ホームラン、先制ホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ、ストレートを完璧に捉えました。薬師寺先制、1対0。素晴らしい一発をベンチも祝福。今の先制の場面リプレイでご覧ください。バッターはピッチャー真田。第9、投げた、初球から打ってった、レフト前ヒット、真田ナイスバッティングです。バッターは4番三島。第9、外角見送ってストライク、まずは見送りました。投球これから2球目、ストレート決まってストライク、早くも追い込まれています。第3球を投げた、ストレート、空振り三振、三島三球三振。バッターは5番平原、投げた、ストレートはボール。第2球、
投げた、見送ってストライク。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、打ちました、ファールボール。第5球投げました、打った、流し打ち、軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。1回の裏が終わりまして1対0、薬師寺まずは先制しています。2回の表、聖守攻撃に入ります。先頭バッターは藤井。第9球初球に送ってストライク、初球ストライクから投げました、高速シュート、ボール。投球は3球目、投げました、ツーシーム決まってストライク。追い込んでから投げた、低めのボール引っ掛けた、とどろき掴んだ、サードから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番、第9投げた、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げた、ストライク。第3球を投げた、見送ってボール。第4球を投げた、打った、抜けた、いいバッティングを見せました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。ボールを二塁へ送った、盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。リプレイをご覧ください。第2球投げました、2球目空振り、これで追い込みました。追い込んで投げました、ボール。投げました、ボール。第5球投げました、内角高めいっぱい、見逃し三振、内角高めいっぱいに決まった。まずは二塁牽制、二塁タッチセーフ。もう一回ここで二塁へ牽制球を送ります。変化球ストライク、外角高め、まずは入れてきました。一球目ストライクから外角低め、ボール。二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ、投げました、低めいっぱいストライク。真田かなりランナーの動きを警戒しています。第4球を投げた、打ちました、ファール。さあ投球は5球目、変化球空振り三振、ピンチを連続三振でしのぎます。先ほどのプレーです。真田ワンアウト二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。2回の表が終わって1対0です。2回の裏、薬師寺攻撃に入ります。トップバッターは阿部、打ちました、初球打ち、阿部ナイスバッティングです。バッターは7番、森山。第9初球はストライク、いきなり152キロ。第2球バントしました、ピッチャーの左へ転がした、一塁送球、アウト。スコアリングポジションにランナーを進めました。ワンアウトランナー二塁に変わります。決まってストライク、いきなり154キロ。第2球投げた、打ちました、打球はライトへ、あっと弾いた、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、薬師寺1点入りました、2対0。さあリプレイです。バッターは9番増田。第9投げた、ストレートはストライク、いきなり152キロ。第2球投げた、アウトコース低めいっぱいストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げた、インコース高め、ボール。さあ4球目、流し打ち、どうだ、ファールボール。第5球投げました、ボール。第6球を投げました、高めボール球打った、ショートバウンド、ボールを掴んだ、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレー、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。2回が終了しまして2対0、薬師寺リードを2点としています。
清州。この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番野口。第2球投げました。ストレートはボール、外角高め。第3球を投げました。打った、ファール。第4球を投げました、打ちました、ライト前ヒット、あっと弾いた、取れない、打球が転がっている。野口いいバッティングを見せました。打順はトップに返って清水。第9球投げた、ボール。まずは低め。第2球投げた、ここは送りバント、ファールボール。薬師寺、ここはバントに警戒します。薬師寺内野陣はゲッツー体制。第4球を投げた、打ちました、いい当たり、左中間へ持っていきましたがヒットになります。ボールが転がる、ボールは中継、清水ツーベースヒットを放ちました。薬師寺同点のピンチを迎えます。ノーアウトランナー二塁三塁となりまして、内山。第2球投げた、外れた、ボール。投げた、ストレート空振り。第4球を投げました、打ちました、抑えた。これでワンアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。投げました、初球決まってストライク、変化球にキレがあります。第2球投げました、外高めの速球はボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、決まった、ストライク。第5球投げた、打った、ショートバウンド、ボールを取った。増田うまくさばいています。これで2アウト、ランナーは2塁3塁変わりません。第9球打ちました、ファール。薬師寺ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第3球を投げた、打った、レフト方向へ持っていきました、取りました、これで3アウト。リプレイをご覧ください。真田踏ん張ってランナー2人残塁。3回の表が終わって2対0です。薬師寺この回は打順よく1番からの攻撃、先頭バッターは秋葉。投げた、初球を打ちました、三遊間の打球、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番トドロキ。第9決まってストライク、いきなり151キロ。さあ次の投球、投げた、打ちました、レフト前に出る、取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー真田。第9打ちました、1球目ファールから。投げた、打ちました、サード前方のフライになりました、取ってアウト、3アウトチェンジ。薬師寺わずか3人で攻撃が終わりました。序盤終了しまして2対0です。ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターは藤井、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。第9ストライク、まずは決めてきました、初球ストライクから。第2球投げました、完全に外れた、ボール。第3球はボール。第4球を投げました、打った、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。次は5球目、投げました、空振り三振。バッターは6番、今日2度目のバッターボックス。投げました、インロー見送ってストライク、まずは入れてきました。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げた、真ん中にストライク、追い込んでから投げた、打った、ファールボール。第5球投げた、これは引っ掛けた、米原バックしていった、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番、これが2度目のバッターボックス。
初球打った、ライトへ持っていった、掴んでこれで3アウトになります。先ほどのプレーです。真田、最後はバックに助けられました。4回の裏、薬師寺攻撃に入ります。この回のトップバッターは三島。今日の第一打席はスイングアウト。1球目ストライクから投げた、ボール。第3球を投げた、これは上がりすぎたか、右中間へのフライですが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番、キラハル。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、初球見送ってストライク、いきなり151キロ。第2球投げました、インロー際どい球、ボール。第3球を投げました、ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました、打ちました、ショートバウンド。内山、軽快な守備を見せました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番、阿部。投げました、ストレートはボール。第2球投げた、決まってストライク。第3球を投げた、打った、野口、落下点に入った、取ってこれで3アウト、チェンジ。薬師寺、結局三者凡退、無得点に終わっています。4回までが終了しまして2対0です。5回の表、2点を追いかけます。清州、攻撃に入ります。この回の先頭バッターは高橋。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げた、外のボール引っ掛けた、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは9番野口。今日2度目のバッターボックス、流し打ち、ファール。初球ファールから投げた、2球目空振り。第3球を投げた、あっと引っ掛けた、フラフラっと上がった、キャッチャー落下点に入りました。取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って清水。第1球投げました、外角高め、際どい球、ボール。投球これから2球目、ボール。投球はこれから3球目、カットボールはストライク。第4球を投げました、打ったいい当たりだ、センターへ飛んだ、ヒット。清水、ナイスバッティングです。バッターは2番、内山。投げました、決まってストライク。まずは決めてきました。一塁牽制、タッチセーフ。第2球打ちました、トドロキ交代、取りました、これで3アウト。清州、ファーストランナー残塁。5回の表が終わって2対0です。5回の裏、薬師寺攻撃に入ります。この回のトップバッターは森山。初球から打ってった、藤井、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。左バッターボックスは8番米原。第1球内角高め、外れてボール。第2球投げました、空振り、伸びのあるストレート。第3球を投げました、外角高め見送ってストライク。追い込んで投げた、打ちました、一、二塁間へ抜いていった。米原、いいバッティングを見せました。バッターは9番増田。これが2度目のバッターボックス。一塁へ一つ牽制球を送りました。初球ストライクから、第2球打ちました、ファールボール。清州、内野陣はゲッツー体勢。第4球を投げた、打った、痛烈な当たり、ライト前クリーンヒット、ライトからサードへ、増田、ナイスバッティングです。さあチャンスを広げました。第1球初球はストライク、いきなり151キロ。1球目ストライクから投げた、空振り。
第3球引っ張った、右へ切れた、ファール、高めボール球打った、センター前に出る、ランナーそれぞれ一塁二塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁二塁変わりません。第1球投げた、ボール、まずはインコース。第2球投げた、打ちました、これは内野へのフライだ、取ってアウト、スリーアウトチェンジ、薬師寺ランナー一塁二塁残塁。前半が終わりまして2対0です。試合は後半6回に入ります。先頭バッターピッチャー重野、投げました、見送ってボール。投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、打った、1、2塁間への当たり、真田取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。第1球カットボールはボール。第2球ストライク、薬師寺ここは引っ張りに警戒します。第3球を投げました、ストライク、追い込んでいます。次は4球目、投げました、打った、引っ張った、ファール。次は5球目、投げた、打ちました、ピッチャー左横のフライになりました、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番藤井、今日はサードゴロと三振。第1球ボール。さあ次の投球、投げた、ボール。投球は3球目、投げた、決まってストライク。第4球を投げた、打ちました、ボールはライナーで左中間へ、左中間へのヒット、藤井いいバッティングを見せました。バッターは6番、第1球投げた、外側決まってストライク、まずは入れてきました。初球ストライクから決まった、ストライク、タイミング合いません。第3球は打ちました、切れていきます、ファール。投げました、ツーシームはボール。一塁牽制球を送ります、一塁タッチセーフ、投げました、打ちました、掴んで、これで3アウトになります。選手ファーストランナー残塁。6回の表が終わって2対0です。薬師寺この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターはピッチャー真田、ストライク、アウトコース厳しいところ、いきなり152キロ。第2球投げました、打ちました、いい当たり、打球はセンターへ、これはヒットになります。真田ナイスバッティングです。これで今日は3打数の2安打、低め見送ってストライク、いきなり151キロ。第2球打った、流し打ち、ファースト頭上を越えた、ライトからサードへ、三島いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。投球これから2球目、高めストレートは外れてボール。投げました、ストライク。さあ4球目、ストレートはボール、高め。第5球投げました、ボール。第6球は打った、センターへ持っていった、ヒット、三塁ランナーはホームへ、薬師寺1点入りました、3対0。さあリプレイです。右バッターボックスは6番阿部、これが3度目のバッターボックス。第2球投げた、2球目空振り。第3球を投げた、打ったに当たりだ、ライナーだ、クリーンヒット、二塁ランナーそのままホームへ向かった、阿部タイムリーツーベースヒット、薬師寺なおもチャンスが続きます。
では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは7番森山。第9球外れた、ボール。第2球投げた、打った、痛烈な当たり、ライナー、ライト前クリーンヒット。薬師寺さらに1点追加、森山タイムリー、初安打。ノーアウトランナー1塁3塁となりまして、米原投げた。第2球投げた、ストライク、アウトコース厳しい球でした。早くも追い込まれています。第3球を投げました、打ちました、1、2塁間のゴロ。藤井ボールを掴んだ、薬師寺リードを6点に広げます。6対0。さあ追加点のチャンスにバッター増田。第9球、1球目ストレート空振り、いきなり154キロ。第2球高めいっぱい、ストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、流し打ち、どうだ、ファースト左へのライナー。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。投げました、ストレートはストライク、いきなり150キロ。第2球投げました、ストレートはボール。投げました、ストレート空振り。第4球を投げた、引っ張った、ライト前ヒット、ボールが点々と転がっている。薬師寺さらに1点追加、7対0。秋葉タイムリーツーベース、今日初めてのヒットになりました。左対左の勝負になります。第9球投げた、アウトロー、ボール。さあ次の投球、ボール、インローへ。第3球を投げた、あっと、いった、一直線、入った、入った、ホームラン、ツーランホームラン。トドロピン、今日これが2本目のホームラン、狙っていたでしょうか、完璧に捉えました。さあチームメイトからも祝福を受けます。ここで打者一巡してバッターは真田。第9球決まった、ストライク、いきなり153キロ。第2球投げた、流し打ち、アルモン。投球はこれから3球目、打ちました、ライナーだ、ヒット、真田ナイスバッティングです。右バッターボックスさん、4番三島、今日はここまで3打数1安打1三振。第2球投げた、ストレート決まってストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、アウトコース高め、外れてボール。第4球を投げました、打ちました、いい当たり、飛びついた、破った、ボールは中継。三島いいバッティングを見せました。これで今日は4打数の2安打。初球決まってストライク、いきなり151キロ。1球目ストライクから投げました、ボール。第3球を投げました、アウトコース高め、ストライク、伸びのあるストレート。追い込んでから投げました、ストレートはボール。第5球投げた、打った、流し打ち、取って、これで3アウトチェンジ。中盤まで終了しまして9対0、薬師寺リードを9点としています。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。今日は三振とライトフライ。投げた、初球ツーシーム空振り、少し迷ったか。さあ次の投球、投げた、打った、いい当たりだ、抜けた、ナイスバッティングです。バッターは8番高橋、今日は三振とショートフライ。投げた、見送ってストライク、まずは決めてきました。初球ストライクから、打った、増田取った、セカンドフォースアウト、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9球投げた、内角低め、ボール。第2球投げました、空振り。第3球を投げました、3球目ストライク。
追い込んで第4球をボール。さあ投球は5球目、見送ってボール。投球はこれから6球目、ツーシーム見逃し三振。打順は1番に帰って清水、今日は3安打猛打賞。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。打ちました、初球打ち、一二塁間へ、セカンドから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。満員の甲子園、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。7回の裏、薬師寺ラッキーセブンの攻撃。トップバッターは阿部、今日はここまで3打数2安打。初球を打ちました、ライナー破った、ライト前のヒットになります。阿部いいバッティングを見せました。バッターは7番森山、今日4度目のバッターボックス。投げました、これは引っ掛けた、藤井下がっていった、ヒットになります。森山ナイスバッティングです。これで今日は3打数の2安打。薬師寺チャンスをものにできるか。第1球投げました、初球打った、セカンド右横のゴロ、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー。薬師寺なおもチャンスが続いています。第1球投げました、ボール。さあ次の投球、低め際どい、ボール。第3球を投げた、打った、引っ張った、左へ打っていったがこれは切れてファウル。打った、痛烈な当たり、取りました、これで3アウト。重野見事に流れを断ち切りました。清州このまま勢いをつけたいところ。清州この回は上位打線から始まります。先頭バッターは内山、今日はここまで3打数1安打。1球目ストライクから。第2球投げた、追っつけて打つ、三島ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターはピッチャー重野。第1球投げた、初球から打ってった、センターへの打球、センター前進、ヒット、センター前ヒットになった。重野いいバッティングを見せました。真田降板、マウンドに上がったのは友部。薬師寺これで全ての投手を使い切りました。まずは立ち上がりに注目しましょう。第1球見送ってストライク。投球これから2球目、打ちました、いい当たり、センター前クリーンヒット、ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。ワンアウトランナー一塁二塁となりまして、藤井第1球投げた、打った、これはいい当たりだ、伸びた、伸びていった、見上げた、ホームラン、スリーランホームラン。白球は無情にもレフトスタンドへ、初球を持っていかれました。バッターは6番、今日はここまで3打数1安打。第1球投げた、1球目ストレート空振り、タイミング合いません。第2球打ちました、ファール。第3球内角低め、空振り三振、全くタイミングが合いません。バッターは7番、今日はここまで3打数1安打1三振。第2球投げました、2球目空振り。第3球を投げました、外れた、ボール。第4球を投げました、見送ってボール。第5球投げました、打った、いい当たりだ、センターへの打球、センターバックしていった、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって9対3、清州ようやく3点を返しています。薬師寺この回1番からの好打順になります。トップバッターは秋葉、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました、打ちました、ボールを取る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番トドロキ、今日3打点を挙げています。第1球投げた、見送ってストライク。第2球投げた、ストライク、早くも追い込まれています。第3球を投げた、見逃し三振、
ここは3球で仕留められました。バッターはピッチャー友部。第1球投げた、打ちました。初球打ち1、2塁間への当たり、重野取ってアウト、3アウトチェンジ。薬師寺、結局この回3人で攻撃が終わっています。8回の裏が終わりまして9対3です。代打は清水高橋に代わりまして、清水背番号。第9投げた、アウトコース高めいっぱい、ストライク。まずは入れてきました。第2球投げました、アウトコース低め、直球は外れてボール。第3球はボール。次は4球目投げました、打った、セカンド掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは9番野口。第1球初球ドロップ、空振り、少し迷ったか。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、アウトロー際どい球、ボール。投球これから4球目、外角低め、ボール。次は5球目投げました、5球目ストライク。さあ6球目打ちました、キャッチャー落下点、ファールグラウンドで取りました。さあいよいよあと1人、打順はトップに帰って清水。スタンドからは大きな声援が上がっています。第2球投げた、ボール。第3球ドロップ決まってストライク。第4球を投げた、打った、左中間のフライ、レフト、レフト取りました。ゲームセット、薬師寺大差で勝利しました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきましたように9対3、薬師寺勝利しました。勝利投手は真田、敗戦投手は重野。薬師寺今日は素晴らしい戦いでした。次のゲームも期待したいと思います。実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。